いやあのね、ボクシングの山根会長が、山根前会長がさ、なんか世間を騒がしてるじゃん。で、なんか、ね、なんか反抗的な態度取ったり、なんかちゃんと謝んなかったり。で、僕もやっぱり、あの、山根会長、山根前会長と、あの、ゆかりのある人物なんですよ、僕も。まず、あの、山っていう名字が一緒で、あと何、まあ、僕も、ボクシングを未経験だったと。で、あと僕も山根会長と一緒で妹がいると。まあ、こんだけ共通点がありながらボクシング連盟の不祥事を見抜けなかったのはやっぱりあの僕にも責任がねあると、責任がねあるということで、やっぱりね僕からねちゃんと謝らないといけない、山根会長が謝らない分ということで、今からあの謝罪の意味を込めて歌を歌おうと思います。国会議事堂に向かって、この度は世間をお騒がせしてしまい、申し訳ありませんでした。山根前会長に代わって僕が日本国政府並びに日本国民に謝罪の意を表したいと思います。それでは反省の意味を込めて一曲聴いてください。大きなのこの古時計、おじいさんの時計、100年いつも動いていたおじいさんの時計、おじいさんの生まれた朝に動いていた時計さ、今はもう動かない。